日本製鉄、なぜ株価は下がってる？今期大幅減益、配当利回りは 4.8%。 こんばんは、福利で増えるです。今回のテーマは日本製鉄。気になる株価下落と米国企業買収の行方は？ぜひ最後まで見てください。目次です。1、大幅減益。2、2兆円の買収。3、今後どうなる？まずは大幅減益から。日本製鉄は鉄鉱石を原料として鉄鋼製品を生産する高炉メーカーで、そこ生産規模は国内1位。海外においても最適生産体制を構築しており、世界でもトップクラスの生産技術を持っています。世界規模での事業提携にも積極的で、韓国ポスコと戦略的な事業提携を、欧州のアルセロールミタルと自動車鋼板の技術提携をそれぞれ結んでいます。また中国では自動車用鋼板の合弁会社を設立、国内においては合弁製鋼所と株式持ち合いなどを通じた業務提携を結ぶとともに、住友金属工業を合併し、日清製鋼を子会社化するなど業用を拡大させています。日本製鉄の24年3月期の実績がこちら。純利益は前の期に比べて 20% 減の5493億円でした。中国の景気低迷や欧米の景況感悪化もあった中、23年秋以降は未曽有の厳しい状況に陥り、年度末に向けさらに状況が悪化しました。加えて、インドによる石炭のスポット購入継続や、中国の景気低迷下での高水準の生産維持と国外への輸出の大幅増を受けて、原料価格が高止まりする一方で、ASEAN などでは製品価格が低迷しており、海外一般市況分野のスプレッドは最低水準が継続。原料と製品とのデカップリング、非連動の構造が鮮明化してきました。厳しい状況は今期も継続しそうです。今期25年3月期の純利益は3000億円。前の期に比べて 45% の減益となる予想です。世界の鉄鋼需要については、未曽有の厳しい状況が当面継続すると見ざるを得ません。実需の回復は現時点では見通しづらく、市況回復に時間を要する見通しであり、原料と製品のデカップリング構造が当面継続するリスクもありそうです。決算を受けて、決算発表後の株価は1日で大きく下落。市場予想平均であるクイックのコンセンサス予想の5064億円も大幅に下回り、年初につけた年初来安値も更新。現在はその年初来安値付近をうろうろしている状況です。昨年秋の時点では、今井社長は世界の鉄鋼市場に影響を持つ中国の需給の緩和が継続すると述べており、中国では不動産不況で鋼材需要の低迷が現在も続いています。余った鋼材が周辺国に出て、アジアを中心に販売価格が下落しているためです。世界の粗鋼生産は21年秋以降、低位の生産水準が継続。日鉄は収益の半分を交渉で価格が決まり、市況変動の影響を受けない大口顧客向けが占めるため、急激な市況の影響は受けにくく、中国事業の規模も小さいものの、アジア圏での鋼材価格が下がれば、電炉を持つタイをはじめ、東南アジアでの収益を下押しする要因になります。今期は本業の儲けを示す事業利益で、前の期に比べて900億円のマイナス要因になると想定されています。国内需要は自動車向けが復調するものの、人手不足から土木建築向けの需要は低い状況が続きます。一方で、高水準の鋼材価格を維持するのが
米国市場です。合材価格の指標である熱源コイルは、例えば中国では約8万6000円、対して米国では12万円を上回る水準で推移。米国の鉄鋼業界は保護主義が大変根強く、中国製など安価な鋼材が流れ込みにくいためです。さらに、米国内で原料生産から粗鋼生産、顧客までが揃う構造のため、他国に比べて利益が確保しやすいという点もあります。続いては、2兆円の買収。日鉄は国内の鋼材需要が細る中で、海外戦略に舵を切ってきました。インドとタイで生産体制を整備したように、今後は有望な米国市場への進出機会を伺います。そこに転がってきたのが、US スチールの身売り話でした。日鉄として過去最大の2兆円を投じて買収することを決定したのが23年12月のこと。US スチールの23年12月期の業績は純利益で約1400億円。粗鋼生産能力は2000万トンほどの規模です。かねてから世界的な存在感を持つ日鉄は実力ベースの事業利益を1兆円、粗鋼生産量を1億トンという目標を掲げてきました。実力ベースの事業利益は24年3月期に過去最高、目標としている1兆円に届きそうな勢いでした。ここに US スチール分が積み上がると目標は達成できる見込み。生産量もこの US スチール分に合わせ、インドなどで進めている生産能力の増強を合わせると1億トンが見えてきます。利益1兆円に向けて米国市場での US スチール買収は鍵となりそうですが、12月に買収を発表後、4月にはその買収時期を従来の25年度上期から下期に変更すると発表しました。US スチールの買収は日鉄の過去の買収の中でも過去最大規模。今井社長が全力で取り組むと強調するのも当然です。実はこの買収、一筋縄ではいかないのが、米国で政治問題と深く関わっているためです。US スチールは1901年創業の米国を象徴する鉄鋼メーカー。ただ、米国の産業構造の変化や設備老朽化で競争力が低下し業績が悪化していました。23年8月には身売りを含めた経営戦略を検討すると表明し入札を実施。日鉄は米国を電気自動車 EV に使う高級鋼の有望市場と位置づけています。日本市場が縮小する中、成長には米国の強化が欠かせないと考え、US スチールの買収に名乗りを上げたのです。日鉄による US スチールの買収計画は、買収による相乗効果についても、US スチールの CEO が、米国の自動車メーカーに世界最高の自動車用鋼板技術を提供できるようになると述べるなど、企業同士の合意も取れているように見えていました。ただそれだけでは終わりません。労働組合や大統領選を控えたバイデン氏、トランプ前大統領から横やりが入り、複雑な展開となっているんです。まず、買収計画に反対を示したのが全米鉄鋼労働組合、通称 USW です。日鉄が買収を発表すると、その当日に失望したと言っても言い過ぎではないという強い声明を出し、米国外の企業による買収に厳しい審査を規制当局に求めると表明しました。USW は鉄鋼と名前がつくものの、金属や山の工業、紙の製紙、エネルギーなど幅広い産業の約85万人の労働者が所属しています。
日本の産業別労働組合に近く、労組を支持基盤としている民主党のバイデン氏にとっては重視すべき組織。そのため、買収が発表された数日後には、バイデン氏が対米外国投資委員会が安全保障上の観点から買収を許可するかどうかを審査すると表明しました。この対米外国投資委員会、通称 CFIUS は、アメリカの土地や技術を外国企業が所有した場合、米国の競争力低下や情報の流出があると判断すれば、この買収を拒否する権限を持っています。ただし、これは米国での M&A では通常の流れとなり、US スチールだから特別に審査が入ったということではありません。4月に発表された US スチールの買収時期の延期。買収が延期となったのも、日鉄と US スチールが米司法省から反トラスト法、つまり独占禁止法の審査に対して追加の情報や資料の要請を受けたためで、11月に予定のアメリカ大統領選の後の買収も視野に入れています。アメリカ大統領選で共和党の候補指名が確定したトランプ氏は、私なら買収を瞬時に阻止すると強く宣言。日鉄の買収計画に明確な反対姿勢を示しました。大統領選で再選を目指すバイデン氏は、国内で所有、運営される米鉄鋼企業であり続けることが重要とし、明確な否定はしていません。ただ、85万人もの労働者が参加する労組票獲得のために、トランプ氏に対抗せざるを得ず、より慎重な姿勢が強まっていると言えそうです。もちろん日鉄も買収を実現するために、US スチールへの14億ドルもの追加投資や、買収によるレイオフや工場の閉鎖はしないと表明。日鉄側にも必ず買収するという強い意志を感じます。US スチールの23年12月期の業績は、純利益、US スチールの買収が現実化すれば、日鉄がかねてより目標としている実力ベースの事業利益1兆円、粗鋼生産量1億トンが見えてきます。では、今後どうなるのか。今後の流れを簡単にまとめたものがこちらです。まず、買収の成立に向けて欠かせないのが US スチールの株主の賛同です。実は株主からはすでに臨時の株主総会で承認を受けており、こちらはクリア。続いて、USW 全米鉄鋼協会の同意が得られるかが焦点になります。USW を説得できれば、大統領選を見据えたバイデン、トランプ両氏の姿勢も変わる可能性が高いためです。今後も日鉄は USW との対話を続けていくと見られています。ここまでをまとめると、日本製鉄は24年3月期の決算で、今期25年3月期の業績が前の期に比べて 45% 減り、純利益3000億円となる見通しを発表。それを受けて発表後の株価は大きく下落。現在は年初来安値付近をうろうろしています。世界鉄鋼需要は未曾有の厳しい状況が当面継続すると見られ、原料高、製品安のデカップリング構造は続きそうです。そのため、高水準の鋼材価格を維持する米国市場は大変魅力的。保護主義の強い米国では、中国製などの安価な鋼材が流れ込みにくいためです。そこに何とか食い込みたい日鉄は、2兆円で US スチールを買収することを発表。その US スチールの買収には、鍵となるのがやはりアメリカ大統領選挙の行方です。どちらが当選しても、当選後は労組に忖度しない公平な判断が下されるとの思惑もあり、大統領選に決着がつく今年秋頃までの不透明感は当面続きそうです。日本製鉄の25年3月期の予想がこちら。
純利益は前の期に比べて 45% 減の3000億円。ただし、利益は大幅に減っても、今のところ配当は前期同様160円を維持する姿勢を見せています。それにより配当利回りは 4.8%、PER は 10.2 倍です。23年上期に一時的に拡大したマージンの調整、海外事業における一過性利益の剥落などに加え、将来を見据えた人材確保や活躍推進に資する人への投資の実行もあり、実力ベースの連結事業利益は7500億円ほどになる見込み。利益成長に向けた施策効果の端境期となりそうなのが今期25年3月期です。US スチールの買収が完了すれば、それが業績に反映されるのは26年3月期以降になりそう。これにより、日鉄が目指す1兆円の利益も見えてきそうです。ということで、今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録でぜひぜひ応援していただけると嬉しいです。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。